偽造とは署名の代行。権限を有しない者が他人の署名を偽って。あたかもその他人が手形行為を成したかのような外観を作り出すこと。変造とは手形債務の内容を消する。 手形状の記載に他人が無権限で変更を加えること効果品とは容積または重量の割に 著しく高価な物品全意取得の要件丸1裏書きが連続丸2手がった法的流通方法によって取得丸三悪意また重過失でない 手形法八条の法的性質は明義に本人が手形上の責任を負うかのように表示したことに対して法が認めた担保責任 手形た恋独立の原則とはかく手形った恋は独立して効力を生じ論理的前提と なったんたの手がた恋の実質的効力の有無によって影響を受けないとする原則7乗32乗 二行裏書きの連続とは受け取り人から最後の日裏書き二に至るまで書く裏書き の記載が手形、面上で、簡単なく続いてること。 出会った取引は原則として利益相反取引に当たる理由原因関係におけるのとはべこの新たな債務を負担しまる一挙所責任の加重まる 孔弁の切断丸三不渡り処分の危険等を伴うことにより原因単検上の債務よりも異そう厳格な支払い義務である十七条正し書きの ガイドは初賃が手形を取得するに当たり手形あの満期または権利越しの時において手形債務者が所持賃の直接の全 社に対し、公弁を主張して、手形金の支払いを拒むことは確実、という認識を持っていた場合。 民法の意思表示に関する規定は手形行為に適用されない手形法のもとでは 一般司法上の基本原則である法律、故意自由の原則が修正されて、肩こ為は言いげ、格納様式、 恋とされ、その意思表示は、極度にけかされているから、